はいどうも、アキです。デブルチャレンジ、濃紺、魔導碑、グリモワール降臨超地獄級に、ブブソニーパーティーで挑みたいと思います。はい、サブはね、こんな感じです。はい、究極者パンドラがね、悪魔タイプついたので、そちらを採用しています。はい、これだとね、簡単に勝てるので、挑戦していきたいと思います。挑戦、呂布のね、究極進化発表されて、さらに楽になると思いますよ。はい。で、まあ、1回は普通に、まあ、火とか闇の全体攻撃とかで勝てます。はいはいはい、周回はね結構時女神が楽とは聞くんですがしかし、まあベルランディしか持ってなくて、かつあのリュービア2体持ってるんですけれども、あいつらがいないんだよね。エンハの諸葛とペルセウスがね。はい、ここは一回じゃあちょっと処理してペルセポネかパンドラか使おうと思います。処理しての、ペルセポネだな。ペルセポネ使います。で、列の数的には4個しかないんですけど、まあ1列は入れた方がいいですね。全体をやるという意味を込めて、でこうやってウェイン2個とかいい火力出るんじゃないかな。そしたら闇の落ち込んがさらに1個来て55万出てますね、ベルゼブブが。まあ負けることないですよね、このパーティーでやってると。はい、でここはもうノースキルで基本突破します。一応ね、2ウェイがペルセポネ1個、ベルゼブブ2個、まあ意識するほどは持ってないですね。どっちでもいいですね。スウェイを意識してやるほどは持ってなかった。スウェイ意識するなら6コンボ意識した方がいい感じか。でもね、一応操作時間延長は2個なので、僕のパズル力じゃ常時6コンボ盤面出していくのはちょっと辛いものがある。でもまあ死ぬ要素がないからね、なんつったって、まあ、安心できるよね。グリモワール難しいなとは思っていたのですが、はい、マジカルブックが来て次に強い攻撃が来るのですが、全然それも受けられるので、回復ドロップを残しつつ色を消して、確か2万ちょっとぐらいしか言うて食らわない。1万5000か、全然だね。ブブソニなんでね、回復力が全然勝ります。なんで本当にここは完全ノースキルで突破しましょう。でこの毎回さすがにあの1万いくらの攻撃だったらきついかもしれないけど、言うてこういうね、ヘボい攻撃と交互に来るので、フェアリーは優しい。はい。ヘボい攻撃もう一回受けてから行こうかな。よし、ここで突破しよう。よし。ずれてた、木が。まあ、突破でしょう。はい。でここのデーモンさんは普通に次スキル封印間違いなく食らうので、パンドラ1個だけじゃまあ弾かないと仮定しているのですが、まあさすがにペルセポネだけで抜けるのでペルセポネだけでいきます。うん、もうこういう時は列にしちゃおう。もう分かんないからどう分けるのがいいとか。闇全部消しとく勢いの方がむしろいい。ここでね10ターン耐久したいので、ま、おっと弾きやがった。もう攻略動画の時に弾きやがった。じゃあまあとりあえず、じゃあ食らった手でこうやって耐久するんだよっていうのを見せますか。はい、これ水ドロップを作ってくれて次回復を作ってくれるんですよ。だからこの水を置いときつつこうやって今みたいに分けて、HP が100万しかないのでね、こうやって、
消すときは攻撃色はつなげて消す。うわ、そんな倍率出ないでよ。オッケーオッケー。で闇を水に変えてくれたりとか、運もよくって水を置いといて、なんか一色を水に変えて、それを次に回復に変えてくるので、こういう感じで耐久しまくれる。お、闇を水に変えてくれるっていう優しさなのか何なのか。水消しちゃったっていう感じでやれば、まあ10ターン余裕で耐久できるということがまあ分かったと思うので、それではここからもうどんどん殴っていきますね。で一応 HP30% 以下になったらある程度でかい攻撃が来るかもしれないんですけど、まあブブソリなので何ら問題はないかなと思います。これは闇を水に変えるのか、ちょっと攻略サイト見よう。はい、一色を水に変換、 30% 以下で2万。いや今回運よく闇を、運悪く闇を変えてきてるだけだな。 30% 以下で2万の攻撃が来る把握。あ、やばいか、あ、やばいか、これいったか。でもまあ2万の攻撃だから全然受けれるからね。よし、ここで突破していこう。あ、もう1コンボいけた。どうだ、削りきらないか。よし、でもこうやって回復ドロップ残しつついけば 30% 以下になっても全然大丈夫ですね。はい、ということで10ターン耐久できますという話でした。はい、ミカエルさんなんですけれども、ここはですね、旅風まで使ってエンハンスで抜くっていう手でいきたいと思います。はい、けどね、必ずパンドラとあいつはね、旅風使ってパンドラとこいつこいつドラウンジョーカーは残しておいてください。でよろしくして、ちょっと回復気持ち。はい、パンドラとねドラウンジョーカー残しておいてくださいっていうのは、あの次のターンね、回復がなかった場合に回復ドロップ作るためにね、 HP 減ってるので。はい、これで抜けます。赤ソニアで大体抜けますね。まあ闇でも抜いてましたけど。はい、で初手ペルドラウンジョーカー発動で回復2コンボ以上。はい、でこいつはですね非常に弱いです。攻撃が HP30% 切るまで、それこそ非常に攻撃が弱いんですが、このようにですね、見てみますか、50% 軽減、回復を水に変換、 HP30% 以上で使用、次暗闇攻撃 75% からあれで使用。だから回復を水に変換してくるんだけど、今回ねこいつ連れてきてるしパンドラもいるしで、別にまあ別にっていう感じです。だからどうした的なね、こっちには変換があるんだっていう。だから光を回復にできるんでね、こっちは光を回復にしていきましょう。ツーウェイツーウェイツーウェイにこだわる。やっぱり6コンボ出した方がいいか。はい、回復あるときはね消す、通常攻撃してきたときはそれを消すという作業。うん、もうちょっと考えてコンボしたいな。はい、回復ドロップがあるときは消す。よし、ないときは呼ぶ。
次あたりでドラウンジョーカーを一回使いたいから光を温存。オッケー、完璧。ドラウンジョーカーを使う。回復2コンボ。はい、HP 全開。で、パンドラは危ない時用に保存しておく。暗闇がそうだ、HP 何パーセントか切ったら 75% 以下になったら来るから盤面をなるべく覚えておく。暗闇は毎回じゃないよね。さすがに暗闇毎回だったらストレス溜まるよ。で400万出さんとあかんから。あ、見てなかった。おお、弾いた。あ、ベルゼブブって暗闇耐性あるんだ。へえ、初知り。ヒドロップが落ちやすくなった。はい、それでですね、 30% 以下になっても2万2000いくらだから、2万以上ある状態だったら殴り続けると。いや、そんなことしなくていいか。もうこの状態になったらソニアがたまり直したら、ソニア打って次のターン、もしソニアだけで削りきれなかったら次のターンペルセポネ使う感じでいいや。また見てなかったよ。回復だけはしっかりしたい。回復だけはしっかりしたい。そしてあれが振りやすくなってる。よし、ソニアがたまり直って、でここでまず一発目ソニア打ちます。ソニアブブ、もうこれで倒せると思うけどね。ソニアブブ打って、さっきペルセポネでもよかったか。ソニアブブ打って次ダメだったら両夫ペルセポ、両夫ペルセポネでいきます。はい、まあ倒せると思うけどね、これで。オッケー、次まだね、ペルセポネ呂布が残ってたんで、まあ悠々倒すことができると思います。ペルセポネ、まあパンドラペルセポネ呂布でもいいぐらいなんでね。はい、てなわけでね、グリモワールはまあブブソニパーティーでね簡単にクリアできるので、皆さんぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アディオス。